ブラウン方式、ブラウン方式、ブラウン方式はカード式貸し出し法に代別される図書館における図書の貸し出し方式の一つ。貸し出し券の独特な形状から体系貸し出し方式とも呼称される。貸し出し券、ブックカード、返却期限表の組み合わせによって貸し出し記録を作るというのが本方式の基本原理であり記入する必要がない。 記録がいつまでも残らないことを大きな特徴をとる。アメリカの図書館員、ニーナ・イー・ブラウンが公案1885年発行ので発表し、イギリスのが改良した。日本においては日本図書館協会は導入を推奨最も用いられた貸出し方式であり、1980年代には、 日本の図書館における貸出方式のデファクトスタンダードにもなったが2000年4月時点における日本の図書館の貸出業務の80%がコンピュータにいるものになるなど採用している図書館は減少しているブラウン方式の変形方式についても本校で述べる貸出方式は図書館によってセンサ別であり全く同じ方式を採用している 図書館は一つとして存在しないと言われているが、各種文献によれば、概ね次のように貸し出し、返却、督促、予約業務がされいたようである。なお、以下に示すのは、通常のブラウン方式、特にこの方式をというの手続きであり、変形ブラウン方式については後述する。あらかじめ、一冊の貸し出し図書につき、請求記号、署名、著者名、 受け入れ番号などが書かれた1枚のブックカード、ブックカードを本に保持させるための上部及び右部が開かれた袋状のブックポケット、貸出図書の返却期限を貸出図書と関連付けて記入するための返却期限表、利用者の名前、登録番号、有効期限、特速時の連絡先などが書き込まれ、上部及び右部が開かれた袋状の貸出券の4つを要する。 通常、ブックカードは貸出券より縦長になり、署名や請求記号などはカード上部に記載される。ブックポケット及び返却期限表はあらかじめ決められた位置にそれぞれ貼り付けられ、ブックカードはブックスリップに挿入される。さらに、貸出申し込みを行った利用者に対し、貸出券を図書館の同時貸出可能な冊数と同じ枚数だけ交付する。 利用者は貸し出しを受けるときに、図書と一緒に、図書の冊数分の枚数の貸し出し券を、図書館員へ提出する。図書館員は、図書付属の返却期限表へ返却日を応印し、ブックポケットから、ブックカードを抜き出し、貸し出し券に挿入し、返却予定日別に、図書名、図書の登録番号、請求番号などの順で保管する。本は利用者に貸し出す。 利用者から図書の返却を受けたときは、図書館員が返却期限表の返却日や返却図書名などを頼りに貸し出し券を探し、貸し出し券に挿入されたブックカードを図書のブックスリップへ戻す。ブックカードが抜かれた貸し出し券は利用者のもとへ返却する。利用者から予約があったときは、書家と貸し出し記録の保管箱の両方を探し、貸し出し中であれば、 予約が入っている旨を示すカードを貸出券に挿入する。保管箱の検索は予約図書の登録番号をもとに各返却日の貸出記録を当たればよい。どちらを探してもなかった場合は、防出が即座にわかる。利用者への督促は古い返却予定日の貸出記録とセットになっている貸出券に記載されている連絡先へ問い合わせる。利点として、 といった点が挙げられる。その一方で、などの問題点を抱えており、大規模図書館の貸し出し方式としては向かない。簡便なことや、記録時に利用者を待たせないことなどを利点として挙げ、の司書であった、アメリカのニーナ・エイ・ブラウン、1860年、が1895年ので発表する。その後、イギリスのが改良する。本方式はアメリカでは、 ニューワーク方式の導入前までは利用されていたが、広く採用されることはなかった。他方、イギリスでは、フォトチャージング方式やコンピュータ方式の導入までは、最もよく利用される貸し出し方式となり、ブラウン方式は、今やイギリス伝統の貸し出し方式と思われている、イズナウ・カンジダード・トレディシャナリー、A ブリティッシュメソッドとまで言われるようになった。 この方式は日本でも今沢次回によって早くから伝えられたが、1923年に東京市立日比谷図書館が本方式より着想を得て採用した夏院移動式のほか導入されることはなかった。その後、貸し出しを中心とする図書館方式に舵を切り始める1965年頃よりブラウン方式を導入する館が現れ始める。さらに、 1970年に発行された市民の図書館においてブラウン方式が紹介されたことから導入する図書館が増え1975年に行われた日本の図書館の付帯調査で日本の公共図書館の半数がブラウン方式かその変形方式を採用していることが明らかになるなど急速に普及していくしかし コンピュータによる貸し出し方式が普及することで、日本の公立図書館の8割2000年時点がコンピュータを貸し出し業務に利用するなど、日本においてはブラウン方式を採用し続ける図書館減少していった。一方で ICT 化が進んでいない図書館においてはブラウン方式が採用されることもある。例えば、ジンバブエの首都、ハラレの公共図書館は、 財政不足で ICT 化が進んでいない一方で、ブラウン方式による貸し出しが効果を発揮している。ブラウン方式は図書館業界に広く知られたが、欠点も存在し、より効率的な運用を目指そうと以下に示すような変形方式も開発、使用されてきた。逆、ブラウン方式は、貸し出し券をカード上、ブックカードを袋上とする変形方式。 処理手順は、ブラウン方式と同じだが、ブラウン方式での貸し出し券、ブックカードの形状が逆となるため、この名称がある。原理としては、通常のブラウン方式と同一であり、貸し出しの際に何も書かなくてよい、返却で記録が消滅すること、貸し出し記録の保管にスペースを取る必要がある、等のブラウン方式と同じ特徴を有す。しかし、通常のブラウン方式では返却処理で、 貸し出し記録を抜く際、手を奥まで入れ、掴まなければ、ブックカードだけが抜けてしまったが、本方式では、貸し出し券とブックカードの両方を片手で引くことができ、一回の作業時間が若干早くなる。また、持ち歩きがないため薄手にできる、ブックカードの方を袋状とすることで加工費が下がるという費用上の長所もあり、保管時の厚さも、 逆ブラウン方式の方が薄くできるためより多く保管できる。利用者側もカード上の方が携帯に便利という利点がある。これらの特徴からでは能率の良さはブラウンの比ではないとしている。一方で市民の図書館での紹介がブラウン方式の逆程度に終始しどちらも大差ないとの印象を与えてしまったため日本での導入感は少なかった。貸出試験を 使い捨ての回数券、ブックカードを袋状とする変形方式で逆ブラウンチケット方式とも呼ばれる。チケットには利用者の登録番号が記されており、貸し出し時の処理はブラウン方式とほとんど同じだが、返却時に貸し出し券を利用者に返さず、捨てる。ブラウン方式や逆ブラウン方式に比べ、といった利点が挙げられる一方で、 チケット本体には利用者への連絡先が記されていないため、特速時には登録者順の利用者名簿を参照しなければならず、面倒であるという欠点も抱えている。また、返却の証拠が残らないために、返却の有無をめぐってトラブルになる可能性もある。日本においては、小図書館の運営、北海道の小規模市町村における図書館サービスに関する報告書、 北海道公共図書館、協会、1975年での紹介や、オケト調律図書館の成功例が知られており、チケットを図書館に存置しておき、貸し出しどに、チケットに自分の登録番号を書かせる、北海道のオケト調律図書館やレジスターのように、蓄次的に発行させる図書館など、チケットの発行形態などでも、多したようになっている。ブラウン方式や、逆。 ブラウン方式は図書に利用者を紐付ける方法であったのに対して、一括ブラウン方式は利用者に図書を紐付ける方式である。登場当時は決まった故障がなかったが、貸し出し、前川常を1982年によって一括ブラウン方式と名付けられた。利用者登録の際に、袋状の貸し出し券を一枚だけ利用者へ交付する。貸し出しの際は、 利用者は借りたい図書と一緒に交付された貸し出し券を図書館員へ差し出す。図書館員は一枚の貸し出し券にブックカードをすべて挿入し、貸し出し記録を返却予定比別の利用者名で配列する。利用者が返却に来た時は利用者に名前を聞き、名前をもとに貸し出し記録を探す。複数冊の貸し出し記録が一箇所にまとまっているため、貸し出し、返却、 特則が極めて勘弁であるという利点を持つ一方で、貸し出し記録が登録番号などで並んでいないため予約業務が極めて困難という欠点を得ている。また、回数を分けて貸し出しを受けるときの処理が煩雑である。貸し出し券を通常のブラウン方式のブックポケットで、ブックカードを目録カードで、それぞれ代用する方式は特に中小レポート方式と呼ばれる。 この名称は日本図書館協会出版の中小都市における公共図書館の運営略称中小レポートで簡単な方式として紹介されたことによる具体的方式は一括ブラウン方式と同様であるが導入の際の手間が少ない利点があるただし一括ブラウン方式のことを中小レポート方式と呼ぶ例があり混同に注意する必要がある 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。